チャン・リン・スーちゃん、リン・スーは20世紀前半にイギリスで活躍したアメリカ合衆国のプロマジシャン。本名はウィリアム・エル・ワース・ロビンソン。中国服に身を包み、長い弁髪を垂らした格好で行う中国風のショーで人気を博し、大成功を収めた。東洋人のアシスタントや豪華なセットは異国情緒に溢れ、それらに見慣れないイギリスで主に活動した。 マジックショーは、大砲や巨大地球儀を使った大掛かりなものから、煙や通貨といった主練マジックに加えて、低い術や弾丸受け止め術といった危険術も、レパートリーとして行った。本人は、中国人として生活し、インタビューといった会話も常に中国語の通訳をつけていた。顔は動乱によって、東洋人風にし、濃いメイクを施した。そのため、 誰もスーを白人とは思わなかったと言われる。1918年3月23日夜に行われたショーで鳥ネタだった弾丸受け止め術の際に銃が暴発。スーは被弾し、翌3月24日に息を引き取った。被弾時に初めて英語で撃たれた。と叫んだことから身元を調べた結果、本当は白人だったことがわかり、大きな驚きを与えた。過去。 弾丸受け止め術によって20名以上のマジシャンが死亡しているが、その中で最も有名な事例となっている。ありがとうございます。